得意のパッサイを演舞する、千葉の浅信。千葉の浅信は、戦前から戦後にかけての沖縄の著名な空手屋、小林流の海祖である。千葉の浅信は、明治18年、首里町堀村に生まれた。おじで、千葉の本家当主の千葉の町将は、初代首里区長を務めた政治家であり、また松村宗根門家としても知られる当庭屋であった。千葉家は、なお、室王の第五王子。 コチンダ王子朝春を元祖とする王族のカツレ御殿から分かれた首里氏族であり、琉球王国時代には千葉奈殿内と呼ばれた名家であった。朝臣はその分家の子として生まれた。同じ名を室王の子孫である、本部御殿の本部朝、イサム、本部朝元とは縁石にあたる。千葉奈は1899年8月、15歳の時、首里主の王や、イトスやスツネに、 当主を支持するようになった。千花によれば、当初、なかなか入門を許してもらえず、三度目にして、ようやく入門を許可されたという。これは、少年であった千花のやる気を試す、イトスの診療であった。イトスの下で、千花は28歳までの13年間、当主を修行した。千花は、その後三四年間、独自に修行を行い、1 9 1八年、十四歳の、 時に島堀町に道場を開設、翌年には、那覇区蜘寺町に道場を移設した。また、1926年、沖縄投手研究クラブに、本部朝、イサム、花城長重、マブニケンワラと共に参加した。沖縄投手研究クラブは、投手の共同研究を目的として設立されたもので、当時の沖縄の投手の初対価が多数参加していた。 1933年、千葉奈は自身の空手を小林流と命名した。1939年、昭和14年6月、大日本武徳会沖縄支部武徳伝会伝式において大日本武徳会長、林千十郎陸軍大将以下関係者を招いて行われた記念演舞会で鎮騰の方を演舞。戦後、千葉奈は首里に戻ると、 早速、首里義母町にて、空手の指導を再開した。1948年、沖縄小林流空手道協会を結成し、初代会長に就任した。1954年から1958年までの4年間は、首里警察署の空手師範も務めた。昭和31年、沖縄空手道連盟が結成されると、初代会長に就任した。昭和39年、 糸須や恒死去50周年を記念して、千葉名が中心となり糸須谷墓所に懸賞費を混流。昭和43年には、訓4等随法賞を受賞した。昭和44年、83歳で死去した。パスサイの方を得意とした。千葉名朝信の弟子には、宮平勝也、中里周五郎、彦雄次期仲間町蔵島袋勝幸、池原坊、村上勝美、 米沢次男などがいる。ありがとうございます。